おはようございます。空気階段の鈴木もぐらです。今日はですね、若い女性ファンの方を増やすために、この渋谷109モレルミニオンさんにやってきたんですけども、おじさんがですね、僕一人しかいません。僕一人じゃですね、なかなか楽しみ方がわからないということで、今日は案内人の方に来ていただいてますんで。どうもどうも。あ、初めまして。どうもどうも。じゃあ、揚げ揚げで。揚げ身じゃない、揚げ身です。揚げ身、揚げ身、はい、揚げ身、はい、じゃあ、テンションも揚げ身で。揚げ身です。いい事です。めっちゃ可愛くないですか。何ですかこれ。映えスポット。映えスポット。もぐもぐ真ん中。もぐもぐ。ちょっとこう腹見えちゃってますけど、大丈夫ですか。ちょっと、じゃあ、行きますよ、はい。いや、今こんな感じなんだね。でかいですね、本当。猫ちゃんがいっぱいいて、両替機もでかいっすよ。そこに食いついて。いや、俺これコインランドリーでしか見たことない。じゃあ500円ね、はい、今日はもうおじさんのおごりで、はい、ありがとうございます。入れます。じゃあ定番ピースと、全身漏れ、上から全身、しゃがみ盛り。じゃあしゃがみ盛りしちゃおう。しゃがみ盛りしちゃおうって言うの。すげえなこれ。すごい。すんだ、うん、自分で。ピース。ちょっと動かしていいこれ。どうぞ。はい。あ、すごいんだこれ。興味津々。やばい。顔顔面にいく。真似しちゃった。自分たちが撮ってるのを。うん、そっか、目つぶってやつとかあったらなんでそうなったかみたいなのが分かるからね。落書きが部屋が違うっていうね。そうそう、こっから入ったらいいんですね。はい、あ、もう来てます。あ、本当だ。うわ、だいぶ痩せてるけど。目もでかくなってるけど、だいぶ虹かけたい、虹も。あ、溝落ちからちょっとフリーダムとか出てる感じ。じゃあちょっとこの辺に乗せとけばいい。リボンみたいな感じでね。いいじゃない。できました。はい、できました、はい。あ、こっから出てくるんだ。すごいです。だから一番奥で撮って、手前で落書きして、で、ここに出ると。あ、来た。来ました。無事、撮れました。いやもう汗だくですよ、本当に。じゃあ次はなんか、これすごい人気なんですよね。アラウンド20。これも私が、おごらせてもらいます。これも1000円使ってますからね。これも、だいたい立ち飲み屋さんでね、1000円あればもう結構酔っ払って帰れるんで。はい、もう始まるのこれ。え、おお決まってるね。あ、落書き。お、もう手汗すごくて反応しないですよ、タッチパネルが。お腹すいたって言ってんだけど。なんかちょっとこうお腹すいた感出して。あと何分、6秒だ。あと5秒だよ。もぐ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 。さあ、あ、開けてない。お、来た。シンプルだよね。日付と使いこなしててびっくり。もうちょっと引き出しの位置とかなんか変な感じになっちゃいましたけど。意外と体力使いますね、やっぱり。こうなんか出たり入ったり歩いたりね、こうなんかちょっと結構パワー使ったなっていうのはありますね。あとでもやっぱ楽しかったです。よかった、うん、おじさん同士でも撮れちゃった。おじさん同士、本当に、うん、撮れちゃう。もう友達になってくれた。なった。うわー嬉しい。じゃあちょっと渋谷のことで分かんないことあったらすぐかましちゃっていい。友達も増えましたし、本当来て終わったです。